はい、皆様こんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。今日のメイクは、遠心顔、離れ目のためのメイクを紹介していきたいと思います。インスタグラムストーリーでリクエスト動画があれば教えてくださいっていうのを載せたんですけれども、リクエストをいただいたフォロワーさんは、丸顔で離れ目なのが悩みですということで、離れ目を解消し、しかも顔をちょっと小さくするメイクを今日紹介していきたいと思います。今日はヘビーなアイメイクをしないので、今日はベースからやっていきたいと思います。最近見つけた新しいベースがあって、これが前ずっと使ってたイーサンローラーのやつよりもっと好きで、こちらのタチャのものになります。こちら日本アメリカのセフォラで今大ブームでして、家紋みたいなのがここに入ってるんですけど、本当に京都の芸者さんとなんかコラボしてなんか作ってるなんか日本のブランドみたいです。こちらのラインのものは全部ちょっと高いんですけれども、でこちらも確かにイーサンローランより高いベースになります。でもこちら SPF も入ってて匂いもいいし、持ちもすごくいいので、これは本当にイーサンローランのやつよりもっと気に入ってます。本当に少量だけでよくて、毛穴とか気になるところとかに、あとは日焼けをよくするところとかに塗るといいです。これ本当にね、いい香りがするんですよ。なんかなんて言ったらいいんだろう、ちょっと SK2 とねなんか似てるところもあって、 SK2 ってなんかヨモギっぽい匂いとかするの分かりますか？ヨモギじゃないんですけど、なんて言ったらいいんだろう、上等な草の匂いがするっていう感じがします。いつも動画上げるとなんかいつもお肌が綺麗っていう風にいつも皆さんに言っていただけるんですけども、本当にありがとうございます。最近またSK2 を最近使い出して、前はすごいお肌荒れがして SK2 全然ダメだなと思ってて使ってなかったんですけども、最近 SK2 またクリアローションとエッセンスを使うようになって、またお肌がなんていうか前よりもっと透明感があるようになって、お肌はちょっと綺麗になってきてるので、肌が綺麗ということであんまりファンデーションとか重いものをお肌に乗せたくないので、今日は CC クリームにしたいと思います。最近クッションとかがすごく好きです。特に韓国のやつ SPF が入ってるので、それと PA も入ってますよね。それでこちらモーレパシフィックのものを使っていきます。こちらも SPF50 でPA が3プラスになっております。生地もすごく綺麗で、今日はこれちょっと色が夏の色でちょっと過ぎるので、これをちょっとパスして、これの最近アメリカのセフォラで売ってるアモーレの同じアモーレのサンプルサイズがあるので、こちらを使っていきたいと思います。こちらねちっちゃいんですけど、ちゃんとパフもちゃんとついてて、ミニサイズに2本指が入るくらいで、いいところすごくなんかいい匂いがするんですよ。これもなんかアチャとか SK2 とかじゃなくて、なんか違う感じのなんか上等な、ほんとなんか草っぽい匂いがするんですこれのいいところは本当にこのちょっとだけ取ってポンポンポンとのせるとすぐにお肌が均一になるので好きです。でもこれ重ね塗りするとやっぱりなんかすごく重い感じがするので、ニキビとかあるところはどんどん重ねてニキビを隠そうとするんじゃなくて、本当にお肌を均一することだけを考えてください。ニキビとかはこの次のステップでコンシーラーを使って隠していきます。すごい薄いレイヤーをのせただけなんですけど、かなり均一になってスムーズになったと思います。次にちょっとコンシーラーやる前に眉毛やっていきたいと思います。ちょっと眉毛がないとちょっと落ち着かないので、ペンシルを使って描いていきたいと思います。眉毛は別に特別な方法はなくて、今日は自然に描いていきたいと思います。眉毛が整ったように見えるコツは、下のラインをくっきりするとだいぶしっかりした眉毛になるように見えます。それと最近ここちょっと眉毛抜いてアーチをちょっと平らにするようにしました。前はだいぶアーチが尖ってた感じがして、もうちょっと怖い眉毛だったんですけど、の方がなんか自分っぽいなと思い始めたので、ちょっと抜いてここ丸みが出て、だいぶ自分の顔にもちょっとバランスが取れてるように見えるようになったので、この丸みと下を集中して描いていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。ちょっと前に比べてだいぶ優しいっていうか、ちゃんと落ち着いた眉毛がようやく描けるようになりました。次にコンシーラーやっていきたいと思います。いつもコンシーラー使ってるのがいつも定番のがあって、これローラメルシエのコンシーラーになってます。2色入ってるんですけど、こっちに明るい色となんかオレンジ味のかかった色があって、まあこっちオレンジのやつは梅のクマとかによく効くと思うんですけど、いつも混ぜてコンシーラーとして使ってます。カバー力がかなり高いので、本当にちょっとだけコンシーラーブラシにとって必要なところに乗せて、で指でなじませていただいてもいいんですけど、指とかこうしたくない時はブラシとかで使ってもらっても大丈夫です。次に全部パウダーでセットしていきます。いつも使っているパウダーがこちらのシャーレットテルバリーって言って、アメリカで結構有名なんですけど、ちょっと日本では手に入るかどうかわからないんですけど、見た目も感じもなんかエレガンスのラプードルのパウダーによく似てるんじゃないかなと思うんですけど、見てた通りすごく使ってて、本当に毎日使ってるので、いつも通り前の動画でも紹介しましたデュオファイバーブラシを使って、必要な分だけ本当に薄くのせていきます。もうほぼなんかテカリを抑えるだけの分だけをのせるって感じにします。はい、ここから目のメイクしていきたいと思います。ベースとして今日はキャンメイクのクリームハイライターを使っていきたいと思います。こちらは簡単にアイホール全体に指を使って伸ばしていきます。
今日は離れ目を解消するというメイクということで、目を近づけたいので、重さを、目頭の方にかけるように集中します。なので、目尻の方は先ほどここをちょっとやったんですけれども、ここに、目尻のところにちょっとだけ色が見える程度に今日はしておきます。ちょっとオレンジ味が強い茶色を取って、目尻に、目を開けたまんま、ここをちょっと乗せて、ここまでシャドウを乗せればいいんだなっていう目印をつけてからブレンドしていきます。目尻から始めて、一番色を乗せたいところから始めて、それを内側にブレンドしていきます。色がブラシから取れたぐらいになったら、そのまんまクリースに上げて乗せていきます。そうするとつけすぎないので、ちょっと奥行きを出していくためにちょっとだけこの濃い茶色を取って目尻のところに乗せていきます。乗せた後に最初の色のついたブラシでぼかしていきます。はい、こんな感じになるんですけれども、先ほど言ったように中心に集中をかけたいので、下のラッシュラインやるときにいつもはこちらを濃くして、でだんだん薄くしていくっていう風にするんですけれども、今日はこちらを細くして太くしていくようにしていきます。またオレンジ味のかかった茶色を取って、こっちを細くします。ラッシュラインギリギリに乗せるぐらいにして、こっちにがっつり色を乗せていきます。はい、こんな感じになります。で、こっちにちょっと重みがあって、こっちにないのが。で、次にアイホールになんかちょっとした職人色を乗せていきたいと思います。写真にはちょっと見えづらかったんですけども、ここに実は目頭のところに緑を入れてて、緑のアイシャドウってあんまりないんですけど、このちょっといっぱい入ってる系のアイシャドウを持ってて、まあ、ちょっとね、どれでもいいんですけど、まあ適当に自分に合いそう、似合いそうな緑を選んで、目頭に乗せてもらえば大丈夫です。目頭のところにちょっとだけ乗せます。ここでたびたび目を開けて、シャドウがどこに乗ってるかを確認すると、乗せすぎにならないようになります。はい、真ん中に目頭に色を入れることによって、誰かが顔を見るときに、やっぱり集中が真ん中に行くと思うので、目の幅が近寄ると思います。中に、アイライナーをしていきます。で、アイシャドウを使っていきます。まず、濃い茶色をアングルブラシにとって、ちょっと引っ張っていただきます。ラインに合わせて、ちょっとだけやります。やりすぎると本当に不自然になるので、ちょっとで見えるくらいにしておきます。で、これだけで大丈夫です。これだけでもちょっとやるだけで本当にね、すごい差が出るので、これだけでかなり目の距離が近寄ったと思います。ちょっと目の明るさを足していきたいので、粘膜の上にホワイトを足していきます。で、そして仕上げにやっぱりハイライトを入れるのが一番距離を縮めると思うので、ここにラメの入ったアイシャドウを、パレットとかよくについてくるチップを使ってのせていきます。で、ここ下まつげのここの結構距離が空いてると思うんですけど、そこにもちゃんと埋めてあげると自然にブレンドします。マスカラ塗るときも目尻はわざと避けて、真ん中と目頭を集中してのせていきます。つけまつげは写真で使ってた、ちょっとキャリーちゃんっぽいなと思った日本のつけまつげを今日つけてみました。次にシェーディングしていきます。こちらもキャンメイクのものになっております。アイシャドウ用のブレンディングブラシを取って、ノーシャドウを入れていきます。なるべく真ん中に集中いくものは全部やっていきたいと思います。丸顔の解消法はやっぱりシェーディングしかないなと思うので、先ほどと同じキャンメイクのシェーディングパウダーを使ってスリムダウンしていきます。チークもキャンメイクのものを使っていきます。で、こちらもやっぱりシェーディングと同じで真ん中に集中させたいので、黒目の真下に集中してチークを入れていきます。前回の動画でも話しましたように、ハイライトのせるところは全部表に出てくるので、鼻もチークも中心を集中してハイライトをのせていきます。この目のいいところは結構何のリップの色でも似合います。なので今日はちょっとキャリーちゃんの唇をやるのちょっと大変だったので、今日は大人っぽい唇にしていきたいと思います。リップも他のメイクと合わせたいので、やっぱり中心に集中がいくように明るい色を入れます。はい、クリーンで終わります。今日はだいぶ簡単な方だったと思います。本当にメイクの中心を全部中心に合わせることによって、本当に日清顔でも離れ目でもだいぶ近寄って、スリムな顔になると思います。これだけで簡単に終わらせたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあね。